阪神タイガース18年ぶりリーグ優勝で阪神百貨店に行列2800人。最初に売り切れた記念グッズは担当者に聞いた。JR 大阪駅の目の前に位置する阪神百貨店。こちらの建物をぐるりと人だかりが囲んだのは9月24日のことである。見渡す限りの人の数は2800人にも及び。 当日の開店時間は通常よりも1時間15分早い8時45分に繰り上げられたというのだから驚きだ。阪神タイガースが優勝を決めたのは14日に甲子園で行われた読売ジャイアンツとの伝統の一戦でのこと。それから10日経ってから阪神百貨店が大混雑の様相を呈した背景にはどんな理由があるのだろうか 阪神百貨店販売推進部広報担当者に話を聞いた。阪神タイガースの優勝セール自体は9月15日から始まっています。しかし、タイガースは9月に8区の11連